ヒールは7センチ以上、バッグはサックドジュール。南田先輩、いい匂い。どこの香水使ってんだろう。香水だって安易にファッションブランドのものを使ったりしない。上に上げる書類の完成度が不安なんですけど、頼りになるの先輩しかいなくて。社内の評判は上々、仕事も完璧。こないだの企画、上もかなり乗り気でしたよ。ありがとうございます。私、南田彩、化粧品 OEM メーカー勤務、29歳。はい、強い女やらせてもらってます。仕事が遅い。でも他部署から資料をいただくのに時間がかかってしまって。言い訳すりゃなんとかなると思ってる新人多くて困るんだよね。特に女の子は言い訳泣き言愚痴ばっかで、毎回俺が尻拭いさせられて困るよ。そうですよね。部長の仕事はいつも丁寧で完璧、納期もバッチリ守られてるっていつもご自分ではそうおっしゃられてますもんね。そんな方ならたったの数分、書類の提出が遅くなるのが許せないのも当然と思います。おう。ところで、取引先田中様から請求書の件早急にご返答くださいとかなりお怒りの伝言預かっております。今やってたところだ。それは大変失礼を。では。あの部長に嫌味言うたわ。ほんと強い女って感じ。憧れる。強い女ね。まあそうだと思うけど、あんな気強くちゃ絶対結婚できないわよ。まあ確かに美人なのに浮いた噂一つないしね。理想も高くなって恋愛できない典型的なタイプでしょ。あはは、そうかも。聞こえるように言いやがって。今に見てなさい。私は慎重に相手を探してるだけ。そもそもこの弱肉強食の世の中で、愛だの恋だの好きだの嫌いだの言ってたらすぐ淘汰されちゃうんだから。愛なんかなくたっていい。条件のいい男と条件のいい結婚をする、それが強い女の生存戦略よ。その生存戦略にこんな古びた実家の手伝いは必要ないんじゃない？母さん、私だって戦ってばっかりじゃ疲れちゃうの。たまには素の自分に戻って英気を養って、それでまた戦場に戻るのよ。大将、ややっこ一つ。あよー。はあ、まあ頑張ってるみたいだし好きにしたらいいけど、これ持ってって。杉原さんとこね。はい。ああ。おお、今日はあやちゃんのいる日か。杉原さん久しぶり。腰痛どう？出てきていいの？あやちゃんの元気な顔が見れて腰痛も治ったよ。またごまかして。ほんと気をつけてね。お説教されてるぞ。四席空いてる？癒される。化粧してなくても、ブランド品を身につけてなくても、誰も私を寝踏みしない。あやちゃん、こっちにも生4つ。はい。守りたいこの空間。はい、これはるきくんとこ持って行って。え？ただおい、おめえの出てる動画またバズってんべ。マジ？やっぱ顔かよ。いやいや、感謝してこうぜ。この勢いなら来月には収益化だな。この店で一番高いもん頼もう。あやちゃん。結婚しよ。お客様、困ります。この男さえいなければ。あやちゃん、おめでとう。年頃だしな。一回考えてみたら、ずっと通ってくれてるし、収益化したらしいし。いいじゃない。やだ、もう本当このノリ無理。本当にあやちゃんいつ結婚するんだろうな。社長、気にしてますよね。うちの嫁は本当に気が利かなくて、あんな子が嫁だったらいいよな。
おっさんには絶対渡さねえよ。はい、おうどんが。お前よく聞こえてんな。あやちゃん守るために通ってんだもんな。一途だね。結婚とか仕事とかそういうこと全部に焦ってる自分とか、せめてここでだけは忘れていたいのに、あんなチャランポランに生きてるやつのせいで。うっ、あたし頑張って生きてるのに。泣き虫だな、アヤは。ゆきなりくん。ただいま。おかえり。また一人で飲んで泣いてたの？いや、これは。あのね。4年前、大手製薬会社の社員食堂で働いていた私は、企画部署の白田雪成と婚約していた。雪成くん、B 定食だよね。あや、ありがとね。ううん、午後も頑張ってね。うん。あやちゃん、あやちゃん、あんたの婚約者ってさっきの人で間違いない？はい。これ同じ部署の女の子が偶然見かけたって、うん、浮気？